そこ行こう、そこ行こう、お出かけ日和の時間です。今日のお出かけ日和のコーナーは今週の日曜日9月9日開催される大きなイベントですね。平清盛900歳祭が開催されます。この内容についてお話を聞いていきたいと思います。神戸清盛隊の平重衡さんにお電話出ていただいております。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。平重衡と申します。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。平重衡さんは神戸清盛隊の五男さんにあたるということですね。そうなんですよ、はい、神戸を盛り上げてくれておりますけれども、いえいえ、ありがとうございます、はい、今回この平の清盛900歳祭ということでイベントが行われますが、はい、まずはどういったイベントなのか少し教えていただけますか。はい、ですね、本年平我が父上平の清盛がですね、はい、ちょうど900歳を迎えることになりまして、はいはい、その900歳を、まあ、記念いたしましてですね、うん、この、まあ、神戸で大きいお祭りをやろうと、うん、まあ、わしらが主催となっていて、うん、お祭りをやることになりました。なるほど。ではその、はい、平の清盛さんですね、どういった方か少しご紹介いただけますか。はい、そうですね、まあ、昔はですね、本当に、まあ、都をこの神戸の方に移して声をしたりですね、まあ、福原遷都と申しますが、うん、はい、本当に、まあ、力強いお方でございますが、まあ、こっち戻ってきたかはなかなかお茶目な方で、この900歳祭の、まあ、PR で、はい、まあ、神戸に、まあ、自転車ですね、で、この神戸をガーッと自転車で回ったりですね、はい、本当に楽しいお方ですよ。あ、そうなんですね。元気ですね、はい、自転車で回ってるということですね。そうなんですよ、はい、そして重衡さんもこの清盛隊にいらっしゃるということですけれども、はい、普段はこういった皆さんはどういった活動をされてるんでしょうか。まあ、今はですね、はい、まあ、月1回神戸の北の工房に、北の工房の町というところでですね、はい、まあ、定期演舞を行ったりですね、まあ、今夏ですのでお祭りとかに呼んでいただいたり、うん、まあ、この神戸を盛り上げんと7名で活動しております、うん、なるほど、7名でそれぞれにこのね、はい、生活も性格もいろいろありますけれども、個性的な皆さんが活躍中ということですね。 ですね、はい、そしてこの平清盛900歳祭ということなんですけれども、はい、当日はどういった内容でこのお祭りを盛り上げていくんでしょうか。そうですね、本当にたくさんこの、まあ、イベントというかステージがあるんですけども、はい、まあ、全国よりですね、まあ、わしらのような武将隊と呼ばれる方々 が、 武将隊が、はい、はい、来ていただいて、ステージしていただいたり、まあ、神戸のゆかり、まあ、わしらが、まあ、仲良くさせてもらってるですね、アーティストの皆さん、もうこれはまたたくさん出ていただいてるんですよ。はい、そうなんですね。また、まあ、その他にもですね、はい、まあ、まあ、個人的な、まあ、お付き合いといいますか、小福亭銀亭さんであり、あるとか、田辺誠先生であるとかですね、はい、本当にたくさんの方に来ていただいて、このイベントを盛り上げていただこうと思っております。おお、そうなんですね。じゃあ、清盛隊をはじめ、全国から武将隊がまず集まるということで、例えば、どういったところから、どういった方々が来られるんですか。そうですね、まあ、名古屋からはですね、名古屋から、はい、もちろん戦国時代、まあ、有名な織田信長であったとか、はい、徳川家康様でありますとか、まあ、熊本からは加藤清正、おまた土佐の方から坂本龍馬と、もう時代問わずですね、たくさんの、まあ、武将の方々、なるほど、させていただいております。そうなんですね、はい、時代的な流れでいくと清盛隊の方がまあ先にいて、そして戦国武将の皆さんがこう後から来てという感じで。そうですね、まあ、400歳ぐらい年上なので、その方々よりもそうですね、400歳も年上、はい、なるほど、そうですね、まあ、先輩として引っ張っていくということですね。はい、頑張っていこうと思います、はい、そして神戸ゆかりのアーティストということですけれども、例えばどういった方々が、はい、ライブとかされるんですか。そうですね、渡辺フラワーさんでありますとか、うん、パーマメントフィッシュの皆様、うん、そう、あとニコイチの皆様とか、はい、本当にたくさんの方々が見ていただいてますよ。なるほど、地元ゆかりの方がパフォーマンスを披露してくれると、ライブしてくれるということですね、はいはい、なるほど。そしてお店が出たりもするんですか、こちらでは。そうなんですよ、まあ、神戸でですね、はい、まあ、まあ、普段お祭りとかに出ているお店とかではなくてですね、うんうん、はい、まあ、わしら神戸清盛隊が、うん、個人的にお願いしてですね、はい、はい、お店出してくれませんかとお願いしてくださるお店がたくさんございますので、はい、そうなんですね。そうなんですよ。ですので、いつものお祭り、うん、皆さんが思うお祭りとかに出ているお店じゃないんで、うん、
べられないものとかですね、神戸でしか食べれないものがもうたくさんございますので。そうなんですね。はい、本当に楽しみにしていただいたら嬉しいなと思っております。いいですね。ちなみに重平さん、おすすめのお店とかありますか？そうですね、ピンクドラゴンというお店があるんですけど。ピンクドラゴン、はい、はい、スイーツが食べれるんですけどね、うん、このお店はこのお祭りのために、うん、新作といいますか、おこのお祭りのために作っていただいたスイーツがございますので、それは楽しみにしていただけたらなと思っております。いいですね。ひょっとして重平さんはスイーツ好きですか？そうですね、スイーツも食べ物も大好きでございます。そうなんですね。なるほど、はい、いろいろこう面白いですね。皆さん個性的なキャラがありますから。スイーツ、おすすめのスイーツということで、その他の皆さんのおすすめのお店もこういっぱい来るということですね。そうですね、はい、そば飯が大好きですので。そば飯ね、はい、空海さんというお店がそば飯出していただいたり。そうなんですね、たくさんございますよ。いや、いいですね。じゃあ、こういったイベント、はい、盛りだくさんの内容でされるということですけれども、はい、場所はどのあたりでされるんでしょうか？はい、場所はですね、はい、神戸市の兵庫区にございます、はい、新川運河キャナルプロムナードという会場、はい、そして、そこの、すぐ隣なんですけども、はい、イオンモール神戸南さんという、はい、2会場を予定して、うん、なるほど、はい、このお祭りをやっていこうと思っております。そうですね、2つの会場で盛り上げていこうということですね、はい、時間は何時から始まりますか？時間はですね、はい、朝の10時から夜の8時までなんと10時間ですね。すごいですね。もう不安でしかないんですけど、頑張っていこうと思っております。そうなんですね。いや、皆さんのパワーなら大丈夫だと思いますけれども、はい、もう力もお借りして、じゃあ朝から盛り上がっていこうと、ということですね。はい、そうですね、はい、天気なんですけど、雨の場合はどうですか？雨の場合はですね、はい、降らないと思うんですけど、うん、はい、横では曇りかなという感じですね。そうなんですけどね、一応ですね、はい、イオンモール神戸南さんの方は、そのイオンモールの中で、屋内になるんですね、はいはい、そちらの中で、はい、開催しようとは思っております。あ、そうですか。じゃあ、はい、イオンモール神戸南、この中では、屋内になりますので、安心して楽しめるということですね。わ、はい、かりました、はい、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思いますが、こちらお祭り入園料とかそういうのはいりますか？いりません。無料なんですよ。無料で、じゃあ、はい、お店で、料金はありますけれども、ね、お祭り自体は無料で開催ということですね、はい、もうわちらのステージを見る分はもうただです。あ、そうなんですね、はい、これはもうこの機会にぜひね、全国からやってきますしね、いろんな武将部隊もね。そうですね、ぜひ楽しんでいただけたらなと。はい、交通のアクセスなんですけれども、いかがでしょうか？はい、地下鉄の海岸線、はいはい、中央市場前駅も出てすぐでございますので、はい、そうなんですね、はい、また車でもし来られる方がいらっしゃいましたら、はい、イオンモール神戸南さんの駐車場を貸していただけることになっております。そうですか、こちらの駐車場をご利用いただけると、はい、はいはい、こちらの方に停めていただけたらすぐ行きたいと思います。はい、電車か車になると思いますけどね、馬で来る人はいないと思いますけれどもね。馬で来られるとちょっと困るな。皆さん公共の交通機関、そうですね、わかりました。ではラジオ聞きの皆さんにメッセージをお願いしていいですか？あ、はい、平清盛900歳祭ですね、小さいお子様から、お年寄りの方まで老若男女を楽しめる、祭りとなっておりますし、神戸の皆様も、神戸来たことない皆様も本当に楽しめるお祭りとなっておりますので、ぜひぜひたくさんの皆様に当日お会いできることも楽しみにしております。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお願いいたします。はい、失礼します。お願いいたします。ありがとうございました。いいですね、気合が入っておりますから、ぜひ9月9日今週の日曜日開催されます。よかったらお出かけください。神戸で開催される大きなイベントですね。平清盛900歳祭ということで、全国から武将隊もやってきますよ、ぜひお子さんと一緒にお出かけになってみてはいかがでしょうか。また神戸ゆかりのアーティストのライブもねあったりということで、一日盛り上がりそうなイベントですね。10時から8時まで10時間のイベントです。お出かけ日和のコーナーでした。次回もどうぞお楽しみに。